したんですか？いやね、最近品川のごく一部しか歩いてないから、今日は品川のあちこちをいろいろと歩いてみたくなったのよ。それで私呼んでくれたんですか？で、この地図の赤いところなんだかわかる？あ、品川区の境界線ですね。そう、今日はね、この品川区の端の部分、この赤い線に沿ってぐるりと歩いてみようと思うんだけど、どうかな？あ、品川を縁取ろうってわけですね。縁取りとは、物の周りに手を加えることを表します。というわけで、題してぐるり品川縁取り隊。総面積およそ 22.72 キロ平方メートル、品川区をぐるり一周するこの企画。この品川区ガイドマップを使って品川を縁取ります。実際には東京湾から縁取りしたいところですが、運河の上を歩けないので天王洲橋からスタートすることになりました。向こうが品川区、そしてあっちが港区っていうことだよね。はい、つまりこの橋の中心が境界線ですよね。ちょっと待ってください。この問題はとってもデリケートな問題なので、はっきりとは言えないんですよ。どちら様ですか？申し遅れました。私は総務課の森谷と申します。2人の目付け役として派遣されましたので、どうぞよろしくお願いします。はい、この赤い。お目付け役の森谷さんを加え、はい、縁取り隊飯沢出陣。まずは北品川1丁目から縁取ります。あれ、ねえ、これ港区立って書いてありますよ。あれ、地図だとこれ品川区ってなってるんですけど、ないですね。あ、こっちには品川区立って書いてありますよ。港区立に続いて品川区立の看板も発見。これは一体どういうことでしょうか。と、その時、あれ、あちらの人に聞いてみましょうか。詳しそうですからね。はい、ちょっとすみません、こちらは品川区の公園なんですか？あちらにね、港区立って書いてあったんですけれども、ここは東八瀬山公園っていうんです。実は真ん中で住所が変わっているんですよ。かつて道路があった関係で、はっきりと住所が分かれているんです。この公園の平面図を見ると、はっきり住所が分かれています。ところで何をされているんですか？この地図の赤い線に沿って品川区を一周してるんです。僕も仲間に入れてくれませんか？あ、いいんですか？よろしくお願いします。そんなわけで、まちづくり事業部の溝口さんも仲間に加わりました。あ、これインターシティだよね。あ、本当ですね。かつて国鉄の貨物ターミナルなどがあったこの場所、平成6年に品川インターシティができたのをきっかけに高層ビルが立ち並びました。確かこの辺公園ありましたよね。はい、森の公園があります。あ、いたいた。そこに待っていたのは。こんにちは、突然呼ばれてきたんだけど、どうしたの？今ね、みんなで品川回ってるの。一緒に行こうよ。子供の幼稚園のお迎え時間までなら一緒に行けますよ。こうして川崎さんの高校の同級生香山さんが加わった縁取り隊、上大崎一丁目に向かいます。上大崎でしょ。で、ほら、ここすごい、港区です。あ、白金台ですね。それにしてもこの辺って複雑ですね。地図を作るのも大変そうですね。そういえばこの品川区の地図ってどうやって作ってるんだろうね。そんな疑問を解決するため、品川区ガイドマップを制作する昌文社を訪ねました。昌文社では国土地理院が刊行してます地形図をもとにしていろいろな表現を施しています。品川区全図の場合は、品川区さんからの意向をもとに、オリジナルな表現を施しています。明治の頃の地図を見たんですが、今の上大崎一丁目、ここら辺は上野谷、今里と呼ばれてた地域なんですけども、名前が変わっただけで形はほとんど変わってないようですね。
明治時代と現在の地図を比べてみると町の形はほぼ同じということが言えるようですね。町の区画には山や谷、川などが影響していたと考えられます。さて、縁取り隊は品川区最北端の地に足を運びます。あそこに表示がありますよ。渋谷区恵比寿って書いてあります。品川区は渋谷区とも隣接してたんですね。ねえ、あれガーデンプレイスじゃないですかね。あそこにも表示がありますよ。目黒区三田って書いてあります。ここは品川区亀尾崎2丁目ってなってますよ。ここは恵比寿3丁目って書いてありますよ。なるほどね、ここは品川区と港区と渋谷区が隣接してるとこなんですよね。さて、先ほどから登場しているこの看板は街区表示板と言います。一方こちらは住居表示板と呼ばれ、どちらも法律で設置が義務付けられています。さてさて、我らが縁取り隊は上大崎4丁目、通称ドレメ通りを歩きます。なかなかこの赤い線に沿って歩くのって難しいね。あー、見て見て、あの看板、ほら、品川区上大崎目黒区下目黒って書いてあるよ。このマンションは2つの住所を持ってるんですね。その秘密については私が説明します。皆さんこちらへ。2つの住所を持つこちらのマンション、果たしてどんな秘密があるのでしょうか。こちらは目黒区なんですが、見てください、こちら側にも建物の大きな玄関にあたる部分があるんです。住所は玄関がある土地の方になりますから、玄関が品川区と目黒区にあるこの建物は住所も品川区と目黒区とになるんです。平成2年の品川区広報番組の中にこんな映像がありました。2063からこっちが、あ、こっからこっちが品川区、こっからこっちが目黒区ですね。郵便受けも品川区と目黒区で分けることができるんですね。さて、縁取り隊は小山台2丁目臨時の森公園を目指します。あ、このね、住宅までが小山台1丁目で、それでこの公園側はもう目黒区になるんですね。じゃあこの壁のあたりが地図の赤い線の部分になるんですかね。臨時の森公園は明治33年に目黒試験病保としてスタート、その後林業試験場に名称を変えました。昭和53年に林業試験場は移転、その跡地は平成元年に臨時の森公園として生まれ変わりました。臨時の森公園の北側、ここにはかつて目黒川の支流羅漢寺川が流れていました。わあ、小山台の先っぽ先端に来ましたよ。あ、ここですね。ということはここが品川区の一番西側っていうことですね。明治時代、小山台はその地形から槍ヶ崎と呼ばれ、昭和7年までこの名前が使われました。あ、小山台小学校がそこですね。ということは、道を挟んでこちら側が目黒区、そちら側が品川区なんですね。あ、野村ネーム店って看板がありますよ。なんかのお店でしょうかね。あ、そうですね、なかなかお店がないからちょっとお話聞いてみましょうか。はい、ね、ごめんください。ごめんください。すみません。はい、何でしょうか。こちらの住所は目黒区になりますか。はい、そうです。こちらは目黒区になります。小山台小学校の前にある野村ネーム店。洋服の名前を刺繍する目黒区のお店です。品川区の日野学園の制服や体操服などもここで名前を入れているんですよ。先代が始めたのがもうここで、
約50年以上経つと思いますね。その頃はまあ今この足元にある下がですね、品川用水ってこう、まあ、ドブ川みたいなものが流れてたんですよ。それでまあこちらが品川とこちらが目黒っていう形で、昔はそういう形になってましたですね。品川区の方の、まあ、小学校もお手伝いしたりしてますので、まあ、お祭りも品川の方の町会の方を全部お手伝いさせていただいてます。品川区の小学校中学校行ってましたので、まあ、品川区に関してはもう最高だと私は今でも思っております。あー懐かしい、小山台高校だ。私と小山さんはねこの学校に通ってたんですよ。この学校の裏側がちょうど目黒区なんですね。なんか当時と比べて道路の舗装とかも変わった気がしますね。懐かしいですね。ここで香山さん、お子さんの幼稚園のお迎え時間です。ありがとうございました。さて一行は西小山駅前に到着。あの辺が西小山駅ですね。なんか工事してますね。西小山駅と武蔵小山駅は駅が地下に下がったので、地上の空いたスペースに駅前広場の整備を平成21年完成を目指して今進めているところなんですよ。ここで守屋さんと溝口さんが区役所に戻ります。ありがとうございました。さて2人は目黒区と大田区に隣接する旗の台6丁目を目指します。大田区でしょ。ここから品川区です。旗の台6丁目って書いてあります。あ、ここは大田区北千束ってなってます。で、こっちは千束2丁目ですね。旗の台6丁目にあるこのお宅だけが目黒区と大田区に隣接しているんです。道標だ。中延5丁目にある天保2年名道標、当時の行き先を示しています。今でもこうやって品川区と大田区を行き交う人を見守ってくれてるんですね。ねえ。2人は西大井5丁目に足を運びます。あれなんですかね。犬がいますよ。あれコリーだね。なんでここにいるんだろうね。あ、ちょっとお店の人に聞いてみましょうか。すみません、ごめんください。いつ頃からいるんですかね。大体1年ぐらい前から置いてますよ。あそこ車が回るときにぶつからないように置いてんじゃないかね。東馬込のコリー犬、その存在の意味は分かりませんが、今日も西大井を見守っています。続いて訪れたのは西大井4丁目三能銀座商店街です。この商店街は大田区のお店と品川区のお店でできてるんですね。こういうところもあるんですね。あ、ちょっとこちらのお店で聞いてみましょうか。ごめんください。こちらのお店っていうのは大田区ですよね。うちは大田区で、この道路は品川区のものです。あ、こっからこっちがうちの地べたというか、辞書は大田区のもの。日用品を扱う粕谷さんのお店は昭和初期に創業しました。この商店街、昭和の中頃は大変にぎわったそうです。私の知ってる限りでは250店舗っていうのもありましたね。西大井の方に行かなくて、みんなここを通って大森駅へ抜けて、この商店街が夕方になるとね、自転車が走れない。知らない人たちは、今日はお祭りなんですかなんていうような話を聞かれたり、八百屋さんだけで7、8軒あって、トラックにいっぱい積んできて毎日売り切ったという。明治時代、商店街の道には用水路がありました。この用水路が当時の町を分断してしまったと考えられます。西大井の鹿島神社の祭りと、あの東馬込の八幡様の祭りと、両方祭りが楽しめるとかね。毎年8月1日2日盆踊り大会やって、30回近くになるんですけど、毎年すごい人出になりますね。かつて分断された町は、この商店街によって今では品川区と大田区の住民同士が触れ合える交流の場所になりました。
地図で見ると、うん、ここの部分だけ出っ張ってますね。あ、どなたかに聞いてみましょうか。こちらは品川区ですか？その道路からこっち側、ここの部分だけが品川区でこう出っ張ってんですよね。ここの部分も大田区に入りませんかっていう話があったんですけども、ここはだから大井金子町って言ったんですよ。やっぱり町名が変わるのは嫌だったんじゃないですかね。品川の方がいくらか福祉が良かったのかな。さて、続いて2人が訪れたのは大井7丁目です。この道はかつて用水路でした。二人は用水路だった道を抜けて南大井に向かいます。ここからが南大井になるみたいですよ、うんうん、ここは大井水神公園ですね。明治時代、この辺りは阿佐山王下と呼ばれ、入荒井村、今の大田区の土地でした。昭和29年5月、品川区と大田区の話し合いによって今のような区画になりました。と、その時。こんにちは。あ、松本さんじゃないですか。二人で何やってるんですか。この地図の赤い線をたどって品川区を一周してるんですよ。へえ、そうですか、うん、それではね、このね、今大森界隈では欠かせない方にこれから会うんですけれども、うん、ご一緒しますか。いいですか。ぜひお願いします。実は松本さん、大森駅周辺の人たちが集まった大森夢会議のメンバーなんです。一体どんな集まりなんでしょうか。松本さんに案内していただいたのは地域のランドマーク、大森ベルポートです。こちらが大森夢会議の幹事長をしている安田さんです。よろしくお願いいたします。町を元気にしようと、平成12年に商店街とか町会、それから団体企業みんなで集まって自分たちでできることを盛り上げていこうということで始めました。大森夢会議のメインイベントは毎年5月に大森駅前広場と大森ベルポートで行う大森夢フェアです。品川区と大田区の人たちが一緒になって盛り上がります。命の尊さを語っていきましょう。隣人との関わりをすごく大切にして仲良くしていこう。若い人たちの夢の持っている町にしなきゃいけない。一応この3つを目的にしております。ただただ悔しくて。大森夢会議の松本さんが中心になって運営する夢コンサート、月に一度お昼に行われ、町の人たちの安らぎのひとときになっています。大森夢会議をきっかけに、大森駅の周辺地域には品川区と大田区の垣根を越えた新しい交流の形が生まれました。縁取り隊の最後は東八潮です。東八潮は港区、そして江東区と隣接しています。品川区をぐるり回っていよいよゴールですよ。ぐるりと回って思ったことはですね、江戸時代から続く町の条件や区画に負けない町の人たちのパワーを感じました。地域を愛する人たちが守ってきた区画ですが、その境界線を越えて新しい町づくりをする人たちのエネルギーを感じることができました。かつての村はその呼び名を変えましたが、町を愛する人たちによって地域の区画を変えることはありませんでした。そしてまた町の人たちはその境界線を越えて町と町、区と区の新たな交流の場所を作り上げていきます。そこには人と人の縁で結ばれた友情の輪が広がっています。